さんこんにちは、獣医師のカーナです。今日は最近アメリカで注目されている人と動物の関係学、ヒューマンアニマルインタラクションでもよく紹介されている犬猫が私たちにもたらす健康効果、その中でも特に8つの効果についてお話していきたいと思います。まずはその効果に関連する研究についてお話していきたいと思います。2015年に麻布大学によって犬と見つめ合うことで幸せホルモンと呼ばれるオキシトシンの分泌量が増加することが明らかにされました。これはまだ証明されていませんが、私の実感としては猫と見つめ合うだけでもオキシトシンというのはドバドバ出ていると思っています。オキシトシンというのはもともと母親の分娩を促したりとか母乳の出を良くしたりするホルモンなんですけれども、妊婦さん以外でも老若男女において犬や猫の体を触ったり恋人とハグをしたり友達とおしゃべりをしたりといった幸せな瞬間に分泌されて様々な効果を発揮します。そのオキシトシンの効果が犬や猫がもたらしてくれる健康効果のうちのいくつかとなります。では犬猫による健康効果を発表していきたいと思います。1つ目は免疫力アップ。オキシトシンは免疫力を抑えるようなステロイドホルモン、コルチゾールの分泌を減少させ、免疫力をアップさせます。彼らと一緒に生活をすると、風邪とかが引きにくくなるかもしれませんね。2つ目はストレスの軽減。先ほど出たコルチゾールというのは、ストレスホルモンと呼ばれ、不安な状態の時に分泌が増加されるんですけれども、オキシトシンはそのストレスレベルを軽減させることができます。3つ目は鎮痛作用です。先ほどのストレスのような精神的苦痛だけではなく、オキシトシンはドパミン系を活性化させることによって実際の痛みについても軽減させることができるんです。4つ目はコミュニケーション能力の向上。実はオキシトシンはコミュニケーション能力を向上させるという効果があり、実際に自閉症の治療薬としても使用されています。5つ目、美肌効果。さらにオキシトシンは皮膚のターンオーバーを促し、傷ついた肌の修復にも関わっているようです。6つ目はリラックス効果。 C 触覚繊維というのが私たちの皮膚には存在しているんですけれども、犬や猫などの気持ちいい毛がその C 触覚繊維を触れることによってセロトニンが活性化し、マッサージを受けているのと同じようなリラックス効果を得ることができます。7つ目は血圧低下。実際のアメリカにおける報告で、犬を飼っていた人たちの方が血圧が低かったというデータがあります。犬と触れ合うことは高血圧症の予防や緩和に有効的であると言われています。ちなみに猫は意外にもこの血圧を低下させるというデータが得られなかったそうなんです。これは活発なこと、落ち着いたことの生活ではかなり違いが出そうなので、個体差があるんじゃないかなと個人的には思っています。8つ目、心筋梗塞の予防回復への効果です。スウェーデンのウプサラ大学からは、犬を飼っている人は飼っていない人に比べ心筋梗塞や脳卒中などのリスクが低下し、もし罹患したとしても回復率がかなり高かったという報告がされています。特に一人暮らしの人を比較すると、犬を飼っている人たちでは死亡率がかなり低くなっていたそうです。犬猫と暮らす、触れ合うというのは感覚的にだけでなく、このような科学的根拠をもとに私たちの QOL を上げる効果があるというのは間違いありません。この動画を見て犬猫飼ってみたいなと思われた方がいましたら、ぜひ保護犬や保護猫の里親募集サイトなどを覗いてもらったり、譲渡会に足を運んだりしてみてください。最近ではオンライン譲渡会を行っている保護団体も多くありますので、気軽に交流できるかなと思います。きっとあなたのことを待っているとっても可愛い子たちがいっぱいいるはずです。またそんなこと言ったって飼いたくても飼えないのよと思う方はですね、ぜひ保護犬の健在派遣会社バディーズのサービスが開始するのを心待ちにしていてください。今年中にはサービスローンチできるように頑張っていますので、応援していただけるととても嬉しいです。もっともっと犬猫の効果を今後も紹介していきたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では Thank you for watching. See you soon.